斉藤くん、お嫁さんに逃げられたって。元彼と一緒だって。かわいそう。会社来づらいよね。噂もほどほどにね。すいません。たくデリカシーのない。これだから女は。いや、だからといって男が好きなわけではない。俺が好きなのは斉藤で。なんで。甘い。何としても見つけ出して土下座させねえと。あ、男の方は半殺しな。なんかすいません、いつも心配かけて。何言ってんだ、当たり前だろ。優しいな。俺先輩みたいな人と結婚したかったの。今なら言える。何言ってんだバーカ。泣くなこら、大丈夫だから。俺だけは何があってもお前の味方だからな。元気出せ。しっかりしろ。つけ込もうなんて考えてる場合かよ。つうか、なんでまたあいつが。よっ。ああ、よじゃねえだろ。てめえどの面下げてそんな。あのバカ女どうしたよ。ああ、レミ、うちの会社も大パニックでさ。まさか課長とできてたなんて誰も。課長？お前課長だったの？あ？何？あんた俺が相手だと思ってたわけ？んなわけねえだろう。あの日はずっとあんたと一緒。花嫁強奪したのはうちの課長。わかった？なんだ、そっか。安心した？なんで俺が。長井先輩！斉藤！よかった、追いついた。飲みましょうよ。飲んで忘れることにします。俺、いや、今日は金がありますよ。忘れてた。これ返しに来たんだ。この前のホテル代いくらなんでも多すぎるから。いいから取っとけ。ホテル？どうしたんすか？いや、なんでも。あれ、どこで。気のせいでしょ。でもね、今回もそうですけど、本当感謝してるんです。大学の時から何度先輩に助けられたか。そんなのお前が好きだからに決まってる。長井先輩がいなかったら俺今頃うわっ、斉藤。しょうがないだろう。結婚式の次の日に嫁さんに逃げられたんだ。俺だったら毎日飲んだくれてるね。マジあんたみたいな人がそばにいてよかったんじゃねえの。弱ってるとこつけ込まなかったの。誰がそんな汚い真似。ま、あんたのキャラじゃねえな。勝手に人のキャラ見きんな。でもこんな機会もうないかもしれないぜ。うっせえ、お前には関係ない。ま、そりゃそうだけど。けど何。なんだよこれ。このままこんな駆け引きめいた。いや別に意味はないけど。本当悪い、ちょっと。はい、長井。なんだお前か。合コン。本田さんって長井さんと同じ会社じゃないんだ。うん、取引先なんだけど、ごめんね。今名刺切らしてて。もしかして あの逃げたバカ女と同じ会社だから斉藤に気使ってんの。だとしたら結構。じゃあすいません、遅くなりました。帰り際に課長に捕まっちゃって。あ、斉藤です。どうも。うわ、かわいい。デレデレしやがって。でもまあ少しでも気晴らしになればいいか。乾杯。
ですえ、そんなやってないですよ。僕も全然知らないですよなーに、気に入った子取られちゃった涼子さんこそいいの、永井さんモテるよ。やだ、聞いてたの？関係ないよ、そんな昔のこと。そうなの？永井さんが本命かと思ってたけど。ちょっと顔見たかっただけよ。優しかったし、一緒にいると女の子振り返ったりして気分良かったけど。なんで振っちゃったの？だって私が一番じゃなかったもの。誰だか知らないけど、あいつには一番がいるの。涼子さん、本田さん、永井さんがどうしたんだって心配してますよ。あら、本田くんじゃない。かわいい子連れちゃって。お、お疲れさん。なに、もう出来上がっちゃってんの？あれ、どっかで、はあ、そうだ、聞いた、レミと課長見つかったんだって。どこにいるんですか？教えてください。どこにいるんですか？レミに会ったら俺どうすれば。まだ見かけた人がいるってだけだろ、落ち着けよ。向こうの親に確認取って会いに行くなら俺付き合ってもいいからさ。とりあえず何笑ってんだよ。だって先輩お風呂みたい。てめえみたいな出来の悪いの産んだ覚えねえよ。斉藤、ちょっとだけこうしていいっすか？かわいい。この前と逆だな。本田ならまたここでキスの一つも。あんにゃろ、何がオプション。斉藤、うまい。謝られても。俺用事を思い出した、ちょっと出てくるわ。なんで俺はここにいる。迷惑もいいところだってのに。永井さん、どうしたの？ここしか思いつかなかったんだ。本田、お前父ないよな。あ？俺もないんだ。何言ってんの、当たり前だろ、男なんだから。うん、そうだよな、男なのに。涼子。涼子のだろ、そのパンプス。いるわけないだろ。忘れるもんかよ。これじゃなきゃ絶対嫌だって。10万以上もするフェラガも買わされたんだからな。そういうことなら失礼するわ。邪魔したな。ちょっと永井さん、何か言うことがあるから来たんだろ。いいから戻れ、あいつ拗ねたら長えから。別に付き合うわけじゃ。ああ、じゃあお得意の慰めセットフルコースってやつか。あのな、元はといえばあんたが。どうした、斉藤君と何か。別に何にもねえよ。